あれ、私、何してたんだっけ。そうだ。無人島に、鳥獣の迎撃に向かって。倒せたと思ったら、奴は姿を変えて、妙な攻撃で、フロッケたちを。相棒と私はなんとか無事だったけど、とにかく今は撤退しないと。そうだ、そういえばヴァレリア。まずソーラ戦闘中だ。私攻撃されて、ごめん、一瞬意識飛んでた。でも大丈夫、合わせるよ相棒。ばかりだったねえ相棒、私は貴族の家の生まれだ。喧嘩だらけの家族が嫌になって逃げ出した。シスターになったけど堅苦しい生活に耐えられなくて逃げ出した。汚くて小さな家だったけどさ、初めて手に入れた安住の地だったんだ。フロッケとランチェのおっさんとヴァレリア、あんた、私の大事な家族。こんな私にもさ、大切なものができたんだ。だからさ、私はもう逃げるわけにはいかない。私なりの戦い方でやってやる。
見つかった。でも一体だけな、なんとか。驚きだな。自分がこんなに頑張れるなんて。私はまだ戦える。あんたを安全なとこまで連れてくんだ。だから、逃げ場が…あれ、相棒どこに。ごめん、お待たせ。相棒、目が覚めたんだ。てか動けんの。寝たから大丈夫よ。分かった。じゃあとにかく逃げるよ。了解。だ、これならなんとか逃げ切れる。ここまでハイディが頑張ってくれたおかげね。すごいじゃないのよ。今日が人生で一番頑張った日になるかな。仕掛けては避け、避けては仕掛けて。今の声はまた動き出した。するしかないみたいね。でも正直もう限界だけど、やるしかないよね。行こう。殿下、討伐部隊が帰還しました。戦況はどうなっている？討伐には成功したのか？吸い込まれて消えた？少なくとも我々にはそう見えた。冒険者たちも騎士団の者も巻き込まれた。我らが不甲斐ないばかりに。そんな、じゃあみんな鳥獣が姿を変えただと？そのような話は今まで聞いたことがない。9年前のウェルテックスも本気を出していなかった。我らのためにバレリア殿、ハイリー殿がその場に留まり敵を引きつけてくださり、おそらく今もまだあの島で戦いを続けております。二人だけで足止めは。ユナ、動ける者をかき集め島へ救援に向かってくれ。は、早急に編成をいたします。私も行かせてください。私もここで待ってるだけなんてできないよ。ついてきてくれ。あれはなんだ？もう昼だ。ウェルテックスはまた海に潜ったようだな。二人ともウェルテックスがいなくなるまでどこかに隠れて待ってたのかも。早く二人を探して連れて帰ろうね、レスナちゃん。うん、そうだね。
ちゃん、次はあっちを。イズナちゃん、あそこ。リスナちゃん、行こう。バレリア、ハイディさん。方は傷がひどくて、正直生きているのが不思議なくらいなんです。見つけた時バレリアはハイディを守るように覆いかぶさってたんだ。それでバレリアさんの方がひどい怪我に。元気になって戦えるようになるのはしばらく先だと思います。バレリア。でもアーシャやトトリが来てくれてて助かったよ。私たちもできることでお手伝いしたいですから。戦えない人の分まで私たちも頑張らないと。そうだね。ね、レスナちゃん。鳥獣の新たな姿については帰還した騎士たちの報告から少なくとも2つ判明していることがあります。一つは周囲のものを吸い込み消滅させる攻撃を放つこと。そしてもう一つ、石像の大群を操る力か。はい、鳥獣が操る石像は海中から現れたようです。どれほどの数が存在するのかは不明です。誘導作戦はより難しくなったね。バレリアたちが身につけていたあの装備ですが、騎士たちの分までたくさん作ることは。それは素材の量からして無理だそうだよ。ただあと数着ならばとザツキヤさんは制作を続けてくれている。できうる範囲の対策を考えます。ああ、これ以上犠牲を増やさないためにも。ずっと寝てないでしょ。だってこのままじゃきっと負けちゃう。みんなを見つけて戻ってきてもらわないと。レスナちゃん、きっと生きてる。きっとどこかで生きてるはず。そう思わないと。私
丈夫だよ、レスナちゃん。すぐには会えないかもしれないけど、みんなきっと無事だよ。だから、大丈夫。大丈夫。そう、そうだよね。きっと大丈夫だよね。大丈夫。みんな、大丈夫。レスナ、こんなところにいたのね。師匠。おいで。師匠、私強く擦らないの。苦しいわね。またあなたの大切なものがあの鳥獣に傷つけられ奪われている。あなたのお父様と同じように。はい。だからこそレスナ、あなたがこの最悪に終止符を打ちなさい。私ままあの鳥獣の好きにさせていたら、あなたのように悲しむ人が増え続けるわ。誰かの父が、子が、友、戦う術もなく一方的に踏みにじられ消えていく。でもレスナ、あなたは違う。あなたには戦う術がある。錬金術。錬金術は困難に立ち向かうための、そしてみんなを幸せにするための力。ええ、鳥獣ウェルテックス。全ての悲しみの根源は錬金術師レスナ・シテルネン・リヒトが打つのよ。私の弟子、今あなたをとても誇りに思うわ。はい。よかった、やっと笑ってくれた。リサナちゃん、ごめんね、いっぱい心配かけちゃった。ううん、レスナちゃんの気持ちはすっごくわかるもん。私だってすっごく悲しいし悔しい。絶対にあいつを倒そうね、レスナちゃん。リゾナちゃん、うん、ありがとう。みんなで力を合わせればきっと成し遂げられる。ウェルテックスなんかに負けたりしない。うん、絶対に勝ってみせる。たくさんの大切なものを私が守り抜いてみせるんだ。州内の住民の避難は完了したわ。分かった、協力してくれてありがとう。周辺の魔物たちの様子はどうだ。相変わらず暴れてるわね。かなり数は減ってきたと思うけど。引き続き対処に当たってくれ。少しでも民たちが安心できるように。分かったわ。お二人ともいらっしゃってたんですね。レスナちゃん、お疲れ様。あなたも頑張ってるみたいね。この頃あまりアトリエに顔を出せてなくてごめんなさいね。いいえ、こんな時ですか。
今来てくださって心強いです。お互い頑張りましょうね。ええ、レスナー、どうだい、ちょっとは休めたかい？はい、少し仮眠したので体調は問題ないです。バレリアたちのこともあった、もう少しゆっくり体を休めても？いえ、大丈夫です。いつまでも落ち込んでいられませんから。ああ、そうだね。それより、私にできることはありませんか？そうだな、ひとまず、今はこの砦で迎撃準備を手伝ってもらいたい。今夜にも、ウェルテックスは本土に上陸するだろう。我々に残された時間は少ない。わかりました。そういえば、誘導作戦ってどうなったんでしょうか？そこが問題でね、今のままでは実行は難しい。まさに手を考えている最中だ。誘導が難しいなら、この砦を出て進路上で迎え撃つのはダメなんでしょうか？現在予想される進路上にはクワ州有数の大都市がある。住民の避難は完了しているが、町が戦場になるのは避けたい。なるほど。それに急増の布陣で鳥獣に対抗できるとも思えない。この砦で迎え撃つのが最善なんだ。しかし他に手がなければ砦を放棄する選択も考えなくてはならないだろう。私も何か方法がないか考えてみますね。ああ、ありがとう。それじゃあ失礼します。お二人とも一緒に頑張りましょうね。殿下、あなたも少し休まれてはどうですか？いや、大丈夫だ。心労が溜まっているのは確かだが、私も落ち込んではいられないからね。バレリアとハイディ、まだ目を覚まさないみたいだね。でも、アーシャ先輩やトトリ先輩が交代で見てくれているから。失礼します、レスナー殿。はい、どうしました？バレリア殿とハイディ殿の容態はいかがでしょうか？今、お二人はどちらに？今は安全な場所で休んでいます。意識は戻っていませんが、命に別状はないみたいです。そうですか。あんたたちって確かあの時船に乗ってた。はい、先の戦いではあのお二人に命を救っていただきました。俺たちのせいでお二人は。そんな、どうか顔を上げてください。皆さんが知らせてくれなければもっと悪い状況になっていたはずですから。あの鳥獣を倒す、私たちが報いる道は他にはない。ユナ隊長、己を恥じるのなら剣を握り鍛錬を重ね、次こそその手で民を守り抜けるように。これから海岸線で他の兵も集めて連兵を行う。お前たちの覚悟、私に見せてみろ。はっ。私たちも頑張ろう、イザナちゃん。もちろんだよ、レスナちゃん。なんだ？海の方から何か来ます！無人島での戦いで現れた石像です！何だと？あれが、ウェルテックスが操る石像か！まさかこんなに早く。ルマンさん！
ことって。報告にあった石像が本土に上陸したらしい。ウェルテックスの姿は見えないようだが、二人もすぐに向かってくれ。了解。みんな、増援が来るまで何とか持ちこたえろ。はい。ユナさん、お待たせ。加勢します。来てくれたか。石像がたくさん？あれって海岸に並んでたのと同じ？嘘。伝承では民を守ってくれるものだったはずなのに、どうして？おそらくウェルテックスの力で操られた。先の戦いでも同様の報告があった。そんな。ともかく今は戦うしかない。兵が手薄なところを頼む。奴らはこの海岸線で食い止める。警戒を怠るな。はい。
お二人とも無事で本当に本当に良かったです。もう泣かないの。おりょりょ、もう終わっちゃってる。先輩方大丈夫ですか。みんな帰ってきたんだね。吸い込まれて消えちゃったって聞いてたから、もう会えないのかと。フロッケたちはあの後、ここから遥か遠く大陸の南西にある砂漠で目を覚ましたんです。砂漠？はい、目覚めた時にはもう随分時間が経っていたみたいで。もしかしたらあれは吸い込んだ相手を別の場所に飛ばしちゃう攻撃なのかも。別の場所に飛ばす。それからまずは一旦アトリエに戻ってこれに着替えて駆けつけたってわけ。本当に良かったわ、みんなが無事で。バレリアさんは無事じゃないみたいですね。ひどい怪我です。これはもう大丈夫よ。さっきだってちゃんと戦えたし。大丈夫じゃありません。ちゃんとまだ休んでいてください。はーい。再び光明が見えてきた。これならいける。とりあえず海から出てきた石像は片付いたけど、これもやっぱりあの石像たちと同じなのかな。今は動く気配はなさそうだが、警戒は必要だろうな。それこそベルテックスが再び現れた際には、あるいは今のうちに壊しちゃう。確かにそれがいいかも。その石像たちのことは任せてもらえないかしら。師匠、いつの間に。何か考えがあるのか。ええ、とっておきの作戦を用意してあるわ。それは一体。説明すると果てしなく長いから、ここは師匠にお任せで納得してね。錬金術師ザスキア、やるときはやるわよ。何せあの鳥獣は生物の本分を超えてしまっている。許しておくわけにはいかないわ。何なんだろうね。わからないけど、師匠に任せておけば絶対大丈夫。こういう時の師匠はすごいから。はあ、不思議だな。そう思えてしまう圧倒的な何かをザスキアから感じた。実際ザスキアさんからもらったこの装備もすごいですよ。私たちもそろそろ砦へ戻ろう。作戦にも動きがあったはずだ。というわけで、フィリスたちの戦線復帰により誘導作戦に光が見えてきた。当初の予定通り、砦に誘い込んでの迎撃を本命として作戦を続行する。みな、よろしく頼む。はい。ですが、君はバレリアとハイディの復帰に向けて力を尽くしてほしい。治療をお手伝いするってことですか。ああ、詳しいことはフロッケ頼んだよ。クラッシュには癒しの花園と呼ばれる様々な薬草が取れる遺跡があるんです。クラッシュだけでなく、大陸中から貴重な薬草を求めて人が集まる有名な場所なんですよ。なるほど。それならバレリアたちの治療に役立つものが手に入るかも。教えてくれてありがとう、フロッケちゃん。早速行ってみるよ。あの、それでフロッケも一緒にいていいでしょうか。バレリアさんとハイディさんのためにできることをしたいんです。
ここの夜景は美しいでしょ。武骨なあなたにわかります？何をしに来た？その言葉、そっくりそのままお返ししますわ。あなた、ここで何をするつもりですの？どうやら、あの方たちに肩入れするような真似までなさっているようですが。俺は俺自身の目的を果たしに来ただけだ。あいつに害を及ぼす存在を、放っておくわけにはいかない。ああ。そういえば、この近くで療養していらっしゃるのでしたね。納得ですわ。大切な人を守る。あなたはそれを渇望しているのですものね。残念ながら、私には理解できない感情ですわ。お前に理解される必要はない。が、もし俺の邪魔をすると言うなら容赦はしない。まさか、止める気はありません。どうぞお好きに。では、ごきげんよう。急げ！